はい、よもぎです。では今回は PayPal の会員登録をしようと思います。PayPal っていうのは、まあ、海外通販に、まあ、限らず日本でも使えるとかあるんですけども、通販の時に、まあ、通販に限らず個人間のやり取りでもできるんですけども、まあ、お金のやり取りを口座番号やクレジットカード番号を相手に知らせずにペイパル経由で支払える、やり取りできるというものになってます。で、まあ、個人間でやるならメールアドレスさえ分かっていれば大丈夫みたいな感じでやったりしてるんですけどね。で、ペイパルは買い手保証制度みたいな感じのがあって、まあ、海外で買い物して届かなかった、壊れてた、違うものが届いたとかいう場合に、まあ、詐欺とかにあった場合に返金してもらえるっていう保証制度があります。なので海外通販するときはとりあえずはもうペイパル使っとけば間違いないかなと思います。で、少し前、2回前に V プリカ作ったと思うんですけども、クレジットカードなくてもコンビニでチャージできるプリペイドタイプのクレジットカードとして使えるっていう V プリカね、もペイパルに登録できるので、クレジットカードなくても海外通販できます。アリエクスプレス以外のお店でも購入できます。なので、とりあえずペイパル会員登録していきましょう。で、ペイパルはアプリもあるんですが、アプリは機能が簡略化されてたり、会員登録のパスワードが複雑にせなあかんかったり、解約ができなかったり、アプリからの解約はできない、会員登録できるけど解約できないみたいな、なんか機能的に制限がされてるんで、もう基本的にはブラウザで使っていく方がいいかと思います。アプリ使って普段使いにして、あれこれできへんのかなみたいなものもブラウザならできると思う、うん、なので登録していきます。ね、ペイパル、カタカナでペイパルって検索してもいいですし、PAYPALペイパルで検索してもらったら出てくると思います。paypal.com です。はい、じゃあ新規登録。で、パーソナルアカウントです。で、ペイパルに新規登録で携帯番号を入れてください。国際電話の電話番号の書き方って、+81は日本っていうこと。で、後半が市外局番0抜いた後半を書くんですけども、基本はね、多分ね、ここは0入れても大丈夫です。携帯番号入れてください。で、次、認証番号送られてきます。認証番号を入力してください。では次はプロフィールです。メールアドレスで国籍日本、名前とパスワード決めます。名前はここアルファベットにしといてください。海外でのやり取りで相手に表示される名前になるので、アルファベット英語入力でしといてください。まあ、日本の人とやり取りする時でもアルファベットやったとしても、それは全然もう日本の名前やし、日本人の名前やったら読めるしみたいな感じで、とりあえずはねアルファベットにしといてください。はい、じゃあ次へ行きます。はい、でここですけども、ここはここの住所は日本語で大丈夫です。後で英語の住所も入力します。なので、ここは
日本語で入力してください。はい、入力終わりました。このワンタッチ設定はずっとログインしたままにしときますっていうやつね。毎回ログインせんでもいいっていう、まあ防犯上はチェック外しといた方がいいかとは思います。あと、もうメールはめんどくさかったらなしで、で規約にチェックしてアカウント開設。はい、でカードまたは銀行口座を登録します。はい、銀行口座を登録します。ここにクレジットカードとか、まあ、Vプリカを入力してください。クレジットカードね。はい、Vプリカの番号を入力しました。クレジットカードを持ってる方で登録するんやったら、まあクレジットカードの種類を入力してください。 V プリカはビザです。はい、カードの登録。はい、登録しました。で、ですね、メールの認証をしとかないとダメなので、メール確認してください。メールが届いてるかと思います。うん、メールアドレス、アドレスをご確認くださいということで、メールアドレス、お客様生徒保護者であることをお知らせください。メールアドレスを確認、もう一回入力ログインしてもらいます。はい、でアプリはしない、なぜかいきなり英語になってるけどね。アプリをダウンロードしますか、いいえです。はい、じゃあ全て完了しました。マイアカウントに戻る。で、ですね、メニューかな、メニューのここ鍵マーク、鍵マークちゃうね、ギアマーク、設定のと設定画面に行きます。この歯車マーク、で、まあ、名前も日本語に表示しようと思ったら変えれるんですが、海外用にこのアルファベットにしといてください。でこれから海外通販用にアルファベットの住所を入力します。ここで言語をオプション、日本語を英語に変えます。で、ビート下がって、番号を追加。そしたら、英語版の、アドレスを入力します。まずは、番地、で、コンマ、空白、半角スペース開けて、町名。で、市町村名みたいな感じで、何々区、ここはごめん、ここ一番上は建物名とかね、マンション名とか、次ですね、ここがだから1丁目1の1とかやったら、もう1の1の1でコンマ空白開けてアイウェオ町で、シティの方がかきくけこし、言えてないなとかいう感じで書きます。ジャパンっていうのもデフォルトでなってんのかな、だからここの選択肢には日本の市町村というか県名が出てくるんで、自分の県を選んでください。で、これをメインにしますかみたいな感じかな。これにチェックしといてもらえれば、海外通販の時にいちいち日本の住所表示されるのを英語の住所に選び直してっていうのをしなくてもいいと思います。日本人だったらこれ見たら、まあ、大体読めるからね。
パンチ入れて、長命。だから分かりにくいね。1の2の3番地やったら1の2の3コンマ空白っていう感じ。あの住所は逆に書くけど番地は逆に書かない。3の2の1とは書かないです。1の2の3、1丁目2の3やったら1の2の3で書いてたら大丈夫です。はい、ではアドレス登録します。はい、で新しいメインの住所が追加されました。でここは言語はもう日本語に戻しておきましょう。完了。はい、じゃあ、ここにメインの住所がアルファベット表記で英語表記の住所を表示されてます。お買い物の際あの相手に表示される住所はこれになります。たまにあの会員登録せずにすぐにペイパル支払いみたいになるところもあります、海外で、ね、だからその時に配送先はここの住所とかになるんで、あの必要ですね。アルファベットは必要です。あの会員登録してさらにペイパルで支払いやったらその会員登録した住所とかにちゃんと送られてくるけど、会員登録しない時とかかなりここ大事になってくるんで、ここはちゃんと英語にしといてください。はい、でもし解約するときはここのアカウントを解約するっていう、まあ、閉じるって日本語ちょっとおかしいけど、閉じるっていうボタンを、アカウントを解約する、閉じる、この閉じるっていうのを押すとあのアカウント削除になります。はい、ではこれでペイパルは登録完了です。なのでもう使えます。あの登録したカードから大丈夫ですし、あの口座も登録したかったら登録してください。たまにっていうかできる時とできへん時あるけど、ペイパルで支払うってして、じゃあ、 あの支払い画面ペイパルにリンクが飛んでペイパルにそこでログインして支払うんですが、その時になんかカードとか何枚も登録してたらどのカードで支払いますかとか、銀行口座登録してたらその銀行口座も選べたりする。だからあのカード、まあ、V プリカはチャージせなあかんから、そのチャージの残高がないから銀行から引き落としそっかみたいなのもできたりするから、まあ、銀行口座も登録しといてもいいのかなと思います。あの登録の仕方はメニュー取引ウォレットかな、ウォレットだね。はい、でここで銀行の追加で、まあ、カードもここで何枚も登録できます。銀行の追加であのお使いの銀行を登録しとけば、銀行からの引き落としでも大丈夫やったりします。で、大事なの、最初に登録したプリペイドカードは残高20円は残しといたや残ってるやつをとりあえず追加してください。というのもまあ不正利用防止じゃないけど、なんかそのカードは本当の番号かなみたいな確認のために20円引かれます。でも引いたっていうのをちゃんとこのカードは生きてるなと確認できたらすぐに20円は返金されるので、あのビビらないでください。あの V プリカ使ったなんていうの利用メールみたいなんで20円みたいな感じで届くけど、それはもうすぐに明細見に行ってもらったら分かるんですが、あの返金されてるんで、とりあえずはそのカードの有無の確認っていう感じで
引いて戻してっていうのがあります。はい、じゃあこれで、PayPal は完了です。次回はお買い物、PayPal でお買い物をしたいと思います。で、本当はダイヤモンドアートクラブで買いたいんですが、いかんせん売り切れが多くてなかなか購入ができないんですよね。ほんまは11月29まで会費変えたい、そこで一気に買いたいというのもブラックマンデーやったっけ、なんか海外ではかなり 大掛かりなセールなので、その時にいっぱい買いたいなとか思ってるんですが、それまでに使い、ペイパルの支払いどんな感じになるんかなって見たい方は一部いらっしゃるかと思うんで、まあどっか何かしらで買い物する動画も撮りたいなと思ってます。ちょっと時間かかるかな。とりあえずはアリエクスプレスでお楽しみください。じゃあまた、ありがとうございました。